国の海からこんにちは、篠の目はつりです。季節の変わり目、皆様お元気でしょうか。今まで暖房をつけてたのに急に冷房が必要なくらい暑い日も出てきましたね。でも首都圏ではたびたび電気が足りなくなることも起き始めてます。そこで今回は太陽光発電システムを作って、お家に貯めた電気から冷房を動かせないかチャレンジしてみようと思います。はしごになる脚立はベランダから屋根に登るために用意しました。作っていく前にちょっと太陽光発電の豆知識なんですけど、日本では再生エネルギーだーって言って民間のメガソーラーを国のお金を使って作ってますよね。でも太陽光発電って晴れた昼間しか使えませんよね。大きい発電所は起動したり止めたりすることにも時間やお金がかかるので、太陽光発電システムが増えるほど電気の需要と供給のバランスがややこしくなる気がしませんか？電力網で電気を貯めてる人ってほぼいないので、電力網には無駄にできた電力を再利用するバッファーがないんですよね。最近ツイッターの買収で話題のイーロン・マスクさんはパワーウォールっていう家におけるでっかい電池を売ってるんですよね。みんなが家に電池を持てば電力網が電気を作りすぎた時に貯めておけるし、逆に夜に自分の家の電気をみんなのために流したりできるようになるんですね。だから再生エネルギーの需要と供給のバランスをみんなで作っていくことができるようになるって考え方です。それは電池でもいいし電気自動車でもいいっていうのがクールですね。日本の家庭用のソーラー発電システムもその場で使って余った電気は貯めずにすぐ売ってしまいます。もちろん貯めれる電池のオプションもあるんですけど、すごく高いんですよね。電気って買うと1キロワットアワーあたり24円くらいなんですけど、今電気を売るとなんと8円くらいにしかならないんですよ。3分の1になっちゃいます。それだけ電力会社からしたら今は利用価値の低いものってことやし、作った電気は使えるだけ自分で使った方が今はお得ですよね。なので今回はお家で電気を貯めて全部自分で使っちゃおうってコンセプトでやっていきます。将来的には今日は需要が上がってるから屋島作戦に参加すると得するぞって日もあるような社会になると楽しいですね。まずは L 字アングルを切ってはつりのお家の屋根にぴったりフィットするソーラーパネルの課題を作っていきます。3本の課題が完成しました。この鎌みたいな形が屋根にフィットします。いよいよソーラーパネルを開けていきましょう。今回は400ワットのソーラーパネルを買いました。てっきり高効率なソーラーパネルを買ったと思ってたんですけど、単に大きいだけでした。屋根に上げたり頑丈に作るのが大変になりそうです。趣味の大きさじゃなくなってきましたね。課題を家の柱に固定していきます。課題が完成しました。ソーラーパネルはクラッチベルトを使って荷上げしました。そしてソーラーパネルが設置できました。しっかり固定できたのでピクリとも動きません。大成功です。次は充電システムを作っていきます。ソーラーパネルだけじゃ蓄電がコントロールできないのでソーラーコントローラーを買いました。100アンペアの充電ができるコントローラーが Amazon で4000円でした。本当にそんな充電できるんかな。今回買ったソーラーパネルは 48V で 400W なので12枚はつなげられる計算になります。ただこのコントローラーにネジ止めできる電線の太さだと45アンペア以上をつなぐと発熱して効率が落ちてしまいます。効率よくつなげられそうなのは5枚ぐらいですかね。はつりのおうちには十分そうです。コントローラーをバッテリーにつなげて
インバーターにつないでいきます。コントローラーは 50V を 12V に落としてバッテリーを充電してくれます。そして電気が溜まってくるとロード端子から 12V を出してくれます。インバーターは 12V を AC100V にしてくれるので2本のコンセントと同じように使える電気を作ってくれます。完成しました。すべてつなげるとこんな感じになりました。左からソーラーパネルから電気が来てることを示すアニメーション、真ん中のバッテリーの顔が残量表示、右が負荷に電気を送ってるアニメーションです。どれくらい発電してるとか、どれくらい充電できてるとか、どれくらい電気を使ってるかが一切わかりませんね。もっと高いコントローラーだったらもっといろんなことがわかるのかもしれません。でも高いコントローラーって2万円とかするんですよね。充電ができてきたので次はいろいろつないでみましょう。ポットエアコンをつないでいきます。ソーラーパネルで屋根が二重になったので、これで冷房もできたら無料で涼しい夏を送れそうです。あーダメですね、起動しませんね。このスポットエアコンは 400W なので33アンペアくらいの電気が取れたら動かせると思うんですけど、取れないみたいです。でも車のバッテリーっていうのはとってもパワーがあります。このくらい絶対動かせるはずなんですけどね。試しにバッテリーに直接インバーターをつないでみます。おー、やっぱりコントローラーを経由しないとちゃんと動きますね。じゃあ次はコントローラーは何やったら動かせるのか調べてみましょう。これはポータブル冷蔵庫です。さっきのエアコンは 100V の機械だったので効率が悪かったんですけど、これは 12V で動く冷蔵庫なのでさっきよりパワーがいらないはずです。動くかな。やった、動いてます。4000円のコントローラーは冷蔵庫を動かすことができるみたいです。これで無料で飲み物を冷やしたりすることができそうですね。次は水を入れて冷凍をやってみましょう。あー、出力を最強にするとちょっとパワー不足みたいですね。でも動かないことはないのでこのまま凍るか試してみましょう。はい、5時間経ちました。本体が冷えてきてフルパワーがいらなくなったので安定して動くようになりましたね。氷はカッチカチです。曇りが続かなければこの夏は無料でアイスを冷やすことができるかもしれません。やりました。あ、でもアイスは電池切れがちょっと怖いですけどね。今回は本格的な電気の自給自足がやってみたくって、最終的に冷凍庫を動かすことができることが分かりました。でもコントローラーの性能があんまり良くないのでエアコンが動かないのは残念でしたね。ただちょっと改造するだけでエアコンも動かせるようにもなるし、電気が足りなくなったら家の電気に切り替えられるようにするシステムを作ることができます。今回は前編ということで、後編ではパワーのいる家電を動かしたり、電気が足りなくなった時に家の電気を効率的に使える仕組みを作ったり、最終的には EV 原付を作ってその充電を完全に自給自足するようなことも考えています。そういえば5月2日は私東雲初里の誕生日です。今年は何か企画をやるわけではないんですけど、5月2日に Twitter で声をかけていただけると嬉しいです。今回面白かったよって方はチャンネル登録、高評価、Twitter でシェアしたりコメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。